皆さんこんにちは、花です。今日は久しぶりに購入品を紹介していきたいと思います。今日の購入品は、プチプラとかドラッグコスメ系と、あとはアイハーブとイービタミンズで海外からこう通販してきたものに限るんですけれども、それを紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。まずはじめにアイハーブで購入したものを紹介していきたいと思います。アイハーブはまずこれ、リアルテクニックスのブラシクリーニングパレットという、シグマとかでもあるんですけど、こうやってね、どこ見ればいい、ここか、こうブラシをきれいにするパッドです。まな板みたいになってて、でブラシクレンジングジェルもついてました、フリーでっていうので、これを購入したのと、あとはクレンジングミルクを買いました。これ結構評価が良かったので買ってみたんですけれども、はい、まあ、使ってないので何とも言えないですが、開けてみようか。こんな感じの緑のボトルで、香り香ってみたいな。あ、なんかアプリコットっぽい感じ、爽やかな、すごくいい香りです。私は結構好きかも。でこれと、あとはイコトゥールズのメイクアップブラッシュクリーニング、あ、クレンジングクロスというメイクアップブラッシュ、メイクブラシをこう綺麗にするクロスです。お顔のこうクレンジングクロスのブラシバージョンだと思ってくれればいいと思うんですけれども、これね、ファンデーションブラシで使ったらあのファンデーションが綺麗に取れなかった記憶があります。はい、まあね、チュートリアルとかやるときとか、なんかブラシ洗うのめんどくさいときに使えるかなと思って買いました。あとは、エブリデイミネラルズのこの、詳しい名前全部下に書いておくんですけど、テーパードのブラシ、私がよくブロンザーとかシェーディングに使ってるブラシです。大好きで使ってたんですけど、ここが折れてしまって、はい、なので1個新しく買いました。せっかくだからね、これちょっと汚れてるし塗ってみようか。この音嫌いな方いたらごめんなさい。よいしょ、いけるかな。なんか結構見てはわかんないけど、結構ね、液体がこう含まれてる感じ、でした。もうちょっといろいろ研究してみたいと思います。そして次はイービタミンズです。まずはこちら、イエストゥキューコンバーのスーティングアイメイクアップリムーバーパッツという、前これ買ったの紹介したと思うんですけど、これの目元専用版です。メイク直したい時とかに使えるかなと思って買いました。でこれはね、まだ 1,2 回しか使ってないんですけれども、結構わりかし取れます。で香りがすごく良かったので、そう、この香りすごい好き。なんか爽やかな、ほんとクリーンな感じの香りがしました。はい、なのでアイメイクアップの方もね、使ってみる、楽しみにしています。あとはこのニコールバイオピアイ、日本でも売ってると思うんですけど、この 3-in-1 ベーストップコート、あとストレングスナーのものです。だからベースコート、トップコート、あとネイルのこう強くするやつが1個になったやつなので、こうオールマイティに使えるかなと思ってはね、ちょっと新しく気になっていたブランド、シアテラオーガニックスっていうブランドで、結構ね、すごく香りの種類が幅広かったり、パッケージも可愛かったり、ちょっとね、こうバーッと見て気になったので買ってみました。まずはこのアルガン、ザフロン&キャメルズミルク、ラクダの牛乳かキャメルズだからの、ブライトニングフェイシャルウォッシュで、オールスキンタイプで 100% ナチュラルで、肌をこう明るく、そして保湿をしてくれる、タイプの洗顔になります。瓶だからちょっと重いんですけれども、こんな感じ。香りはどうかな、ちょっとね、キャメルズミルクなんて言われちゃうと、ちょっと、あ、香りはそんなにいい香りじゃない。でちょっとジェルっぽい、私もっと白いかと思ったんですけども、そんな感じの洗顔でした。こ
まあ、ちょっと使ってみるのが結構楽しみ。あとはこれ、このね、この香りのラインが一番気になったんですけど、バナナ&モンキーブレッドのボディバター。これも 100% ナチュラルで、うち 92% がオーガニック製品で作られています。そう、絶対いい匂い。もうね、見せても分かんないよね。チョコチップバナナクッキーみたいな感じの香りがする。あー、癒される。これでさ、多分下にココナッツオイルとかを塗ってマッサージした後にこれやったら、きっと体からいい香りがするんだろうなって思います。はぁ、とってもいい香りでした。このね、ラインはすごく気になるので、今後もちょっといろいろ使ってみたいと思います。それではドラッグストアに行きましょう。 DS ではまずこれ、ちょっと唯一この中で高いんですけども、マキアージュのドラマティックムードアイズの23番、限定色になります。すごいね、可愛い色。なんかインスタグラムでもこの前紹介したんですけれども、下がアイライナーになっていて、アイシャドウです。あのね、アイシャドウ自体はそこまで、なんだろう、面白みのある色ではなくて、むしろ本当に目に輝きとちょっとした深みを出す程度、むしろアイライナーが主役なので、こんな感じなんですよ。まあ、これをちょっと広めに使えばアイシャドウしてる感は出るんですけれども、そう、アイライナーを引き立たせるような感じの、アイシャドウになっています。でアイライナーはボルドーすぎず、ちょっとブラウンっぽいので結構使いやすい。あのカラーライナーが苦手な方でも、こう、なんだろう、スターターとして最初入門編として使えるかなと思う。カラーライナーだと思います。すいません、ラインが。でよいしょ、ちょっと消そうと。はい、そんな感じのこれでした。これはね、なんか昔雑誌、昔っていうかちょっと前に雑誌で見て気になったので、そう、発売をすごく楽しみにして買ってみたんですけれども、こんな感じで横にあったイエス2を使ってスウォッチを取ろうかな。よいしょ、あ、本当にいい香り、あ、本当にいい香り。よいしょ、ほら、きれい、さっぱり取れます。では次、セルレかもしれない、名前言っちゃったらごめんなさいっていう、あの化粧品のアウトレットみたいなお店があって、結構こう廃盤になった色だったりとか、パッケージが変わった、商品だったりとかをお安く買えるお店があって、そこでね、3点ほど購入しました。まずは、ネイルオイル、あのネイルオイルがもうなかったのでちょっと買おうと思って、これはね、確か BCL から出ているやつだと思います。プラザとかにも売ってるかな、このネイルオイルと、あとはこれ、サバンヌリッチセラムライナーヴィンテージブラウン、これも BCL だと思う。なんかね、ずっと赤みのある茶色、そう、を探していて、のライナーを、これいいかもと思って買いました。まさにぴったりな感じの色、もうちょっと赤くても私は良かったんですけれども、結構使いやすそうな感じは、はい、だったので、これはすごくラッキーだなと思いました。あとは、全然ね、あの元々は高いファンデーションなんですけど、最初に言うとこれです。エトポスのシアーミネラルリキッドのオークル買ったんです。これもともと4000円のが2200いくらになっていて、そう、買ってみました。これはずっと気になっていたので、そりゃキーと思った。色は多く、多分合うと思う。ちょっと若干暗かった気がするけど、下にこう SK2 の CC クリーム忍ばせてあげれば多分明るくなるのでいいかなと思って買いました。はい、そんな感じのエトポスのリキッドファンデーション。あとは、お友達とね、こうドラッグストアに行った時に、そう、お友達のメイク製品の一から全部選んであげたんですけれども、その時ね、自分も便乗して買っちゃったものが4点ほどあります。まずはレブロンのマットパウダーブラッシュの114番というピンクのカラー。最近にチークはマット系がすごく好きで、そう、これは春っぽく使えるかなと思ったので購入してみました。このたびも少ないし、考えずにこうチークに塗れそうな色だなと。こんな感じで、ちょっとやっぱり肌がこうポッと明るく見えるかなと思ってこれを購入。あとはまたまたピンクなんですけれども、スイーツのシャイニードルシェシャドウの、これ色が一
1番だ、1番のカラー、このパレットを買いました。なんでこんなにピンクを買ってるかというと、まあ、春ってこともありますし、こうドラッグストアの製品を使った春のチュートリアルやりたいなと思ったので購入しました。まずこのね、下がクリームになっています。でクリームは結構見える、ラメがねザクザクな感じなので、私はこのクリームあまり好きじゃないんですけれども、とりあえずこれと、それで綺麗になったね。でハイライトカラーは結構綺麗だよ、ツヤ感のあるこの白、ここにある。でメインカラーが、どこで撮ればいい、親指で撮ろう。ピンク、ピンクは結構ね案外色がつく、見えるか、これです。そうでもツヤ感もあって綺麗よ。で最後の締めがこのトープ系のパープルなのかな、になる、これです。フォーカスしてくれ、これになります。まあこんな感じのアイシャドウを買ってみました。なんかこれ遊んでみたい。プラスあとハイライターを2点、まずはドドのハイライトスクエアの、IQ10 番、もう1個ねピンク系のハイライターがあったんですけど、こっちの方が私はコナ質が好きだったのでソースウォッチしてこれを買いました。結構色はね、こんな感じでつくの。で、びっくりしたのが、ドラッグストア系のハイライターにしたら、ツヤが綺麗だぞ、多いと思って買ってみました。お値段はね、660円で結構お安め。これだったらアイシャドウにも使えると思う。アイ下とかにもいける気がする。っていうのと、あと、今日使ってます、もう一個。このハイライター、綺麗じゃない？私はすごい綺麗だと思ってるんですけど、これ。パルガントンの花高パウダーピンキーゴールドというハイライトパウダーです。一つ難点としたらルースなので、しかもここも分かる、丸っぽくなってるルースなので取り出しがすごくめんどくさいっていうのが難点なんですけれども、肌につけたらすごい綺麗だった。そっちした時はちょっとラメきついかなと思ったんですよ。ちょっとね、私が好きな、なんだろう、マックのソフト&ジェントルとかそういうものよりはやっぱりラメが入っているので、いや大丈夫と思ったんですけど、ブラシでこうサーってつけてあげるとすごく綺麗なツヤ感が出て、そっちじゃ全然見えない、ハイライターってダメなんだよそんな感じですごく本当に綺麗なパウダーでした。これもね結構安かった気がする。値段書いてないかな、これも600円ぐらいだったかもしれない、違ったらごめんねそんな感じの、はい、ものを購入しました。以上になりますが、皆様の参考になれば嬉しいです。そしておすすめの製品とかまたまたありましたら、ぜひコメントで教えてください。チェックしてみます。それではまた次回の更新になりましょう。バイバイ。